ボートレース下関第2レース一般競争開始です。さあ、スタート展示枠なりでしたが、本番は4号艇木村外となるか、あるいは回り込んでくるかという作戦待機行動です。人気は1号艇堤圭介高枠、注目集まっています。1コース相手として注目、2コース2号艇中村雄介。さあ、下関の2レースは B 級レーサーによる戦いというケース多いんですが、ここは A2 の中村貫禄見せる形となるか。 SG タイトルホルダーでもあります中村雄介2コース、そして3コース3号艇清野翔子、4号艇の木村亮太がどうやら回り込んで定番主張に行きます。4コースロー5コース角は5号艇菅沼義明に、地元6号艇岡本翔太郎。6コース堤人気、相手は中村とうちの2人注目、4対2の本番枠なり。5コース角5号艇菅沼、追い風コンディションです。スリット付近第2レースの一般競争、4対2枠なりで進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。ばらけたスリットですが、人気1号艇堤好スタートを決めています。さあ、1号艇堤がまずは逃げるか。マクリニック3号艇正の後は刺して2番、さらには4番6番5番ですが、さあ3コースからつけ前決まったか。3号艇正の、そして差し迫る4号艇木村、外は1号艇堤、あとは2番6番5番追走ですが、スタートは前提正常でした。3号艇清野が主導権を取っております。そして2番手争いからは4番1番の攻防に、うちは2番というところですが、4号艇木村が若干優勢、3番手争いに2号艇中村と、うち外に1号艇堤。レースは2周目です。3号艇清野がトップ、2番手4号艇木村、そして3番手争いは2番1番並走状態ですが、2号艇中村が2番手も目指そうという構え、2周1マーク、4号艇木村かわす、そして3番手が2号艇中村の3、4、2、3番、4番、2番、2艇審査の4番手に1号艇堤、後方は離れて5番、6番です。3号艇清野翔子、5、6艇審リードを取ってトップで2周2マークです。2番手が4号艇木村亮太、3番手は2号艇の中村雄介、上位3艇3、4、2、3番、4番、2番。さあ、後続は定間離れて抜け出して最終周回です。昨日まで4走いずれも6着という大敗続きでしたが、ここは3コースから付け前一線という形で3号艇清野トップで最終1マーク、2番手は4号艇木村、3番手が2号艇の中村、3、4、2で最終1マークを旋回。最後の向こう上面2連単3、4、91.8倍、そして3連単3、4、2、195.4倍を示しております。3号艇清野翔子トップで最終ターンマーク、2番手4号艇木村亮太、3番手が2号艇中村雄介、3、4、2で第2レースは間もなくゴールです。1着は3番の清野ゴールイン、2着は4番の木村ゴールイン、3着2番中村ゴールイン、あとは1番5番そして6番の順でゴールイン。第2レース確定をお知らせいたします。1着3番、2着4番、3着2番以上です。ボートレース徳山で開催中の西日本スポーツ杯争奪戦シリーズ3日目、水面には予選競争第8レースのメンバーが登場です。本番も動きはなく、枠なりにゆったり作戦行動となりました。
8レース対戦メンバーは1号艇佐賀の堤圭介、2号艇愛知の川村亮、3号艇埼玉の諏訪忠弘、4号艇群馬の橋本久和、5号艇長崎の岩永節也、6号艇広島の田中達彦、以上の6名です。上空は曇り空、現在気温は7度から8度といったところ、風はホーム斜め追い風緩やかに吹いています。インに入るのは1号艇の堤圭介です。この陰線で未勝利脱出となるでしょうか。1号艇堤が1コース、2コースには人気の中心2号艇の川村亮です。初日は豪快なまくりも見せていました川村、ここは減点も巻き返したいところです。3コースに3号艇の諏訪忠弘、4コース大きく引っ張る4号艇の橋本久和は前半逃げて1着、5コースに5号艇の岩永節也、そして大外は6号艇田中達彦、3対3でインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。あまり差がないスタートになりました。第8レース、わずかに覗いているのは1号艇の堤、1番区の旋回、逃げる1号艇の堤、刺す2号艇の川村、外から3号艇の諏訪、先頭は1号艇の堤が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇堤が先頭です。2番手2号艇川村、3番手は4号艇橋本の両サイドから6番、3番が迫って、これから2マークの旋回、トップで1号艇の堤、続いて2号艇の川村、3番手は6番かわして刺してくる4号艇の橋本、3番手は4号艇の橋本がリードを奪いました。上位3艇は1番、2番、4番です。レースは2周目、先頭はトップスタートから逃げています1号艇の堤圭介、2周の1マーク先頭で回り、2番手は2号艇の川村亮、3番手に4号艇橋本久和、上位3艇は1番、2番、4番でバックがです。その後ろも水が空いています。4番手に6号艇田中達彦、5番手は3号艇諏訪忠弘、最後方に5号艇の岩永節也、2周2マークトップ1号艇堤、続いて2号艇川村、4号艇橋本と折り返してきます。上位3艇は1番、2番、4番と変わりなく、レースはこれより最終周回です。先頭は大きくリードを広げました1号艇の堤圭介です。3周1マークトップで回る1号艇の堤、2番手は2号艇の川村、4号艇橋本が3番手です。上位の3艇1番、2番、4番で最後のバックストレッチ、2連単1、2の組み合わせ 4.3倍、3連単1、2、4の組み合わせは 10.8 倍となっています。人気サイドの決着となりました。先頭で戻ってくるのは1号艇の堤、2番手2号艇川村、4号艇橋本が3番手に続きます。1、2、4で間もなくゴールです。先頭1番堤五輪、2番川村五輪、4番橋本五輪、6番田中五輪、3番諏訪5番岩永五輪。第8レースの確定は1着1番堤圭介、2着2番川村亮、3着4番橋本久和、以上でございます。さあ、メンバーで揃ってまいりました。レースは第4レース予選競争の開始で、まずは146で船を回してまいります。あとその後ろに235となっています。並びがここは146、235と並びますかで、さあインコースは1号艇で堤圭介、その横4号艇動いてきました石川慎二、住之江は過去9回優出5回優勝の住之江校舎、今日はこの後第11レースです。
そして6号艇の原田幸也、今大会の V 候補の一人で、前走の G1 下関執念では優勝戦進出で6着でした。今日はこの後ドリーム戦を走ります。さあ人気どころの146、人気の両者は2コース3コースから、そして2号艇が引っ張るでしょうか、井出亮太、その横3号艇でしょうか、桑島和弘、こちら前回の住之江、昨年9月の5日間シリーズでは優勝戦進出で5着がありました。そして一番外へと5号艇で佐藤俊介、スローが146、ダッシュが235で3対3のスタイル。さあここはスロー勢人気どころで第4レース予選競争、今12秒進の回転となっています。風速は現在2メートルから3メートルほどの追い風で、前提が進入してまいります。1番4番6番2番3番5番の3対3、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコース2コースから1号艇と4号艇、ダッシュ勢から2号艇ですが1マーク、まず逃げる1号艇の包みを握っていった6号艇の原田、刺して4号艇2号艇、あとは3番5番でさあバックスレッジ、1号艇で陰線からの包みが先頭で一定心、迫ってくるのが2号艇の井出亮太、1番と2番、そして4号艇6号艇人気の両者は現在3番手争いで、あとは3番5番、なおスタートは正常でした。ライン端マークはトップで1号艇の包み、2番手2号艇回って外から全速6号艇をつけてくる4号艇です。さあ後線回4号艇の石川真嗣が上がってここで2番手は逆転成功、今度は3番手ラス入れ替わって2番手と6番接戦、2周目先頭1号艇包み、2番手ラスは逆転の4号艇の石川真嗣、今度3番手ラスは2号艇6号艇並びました。2周目で立ちたんマーク2号艇の井出が追っつけて回って、その外を全速で6号艇の原田幸也ですが、3番手ラスは握って6号艇の原田、そして一定進歩では現在2号艇の井出ですが、まだまだ6号艇2号艇差が縮まってまいりまして、また3番手ラス、そして水が空いていまして3号艇5号艇は遅れています。マークは先頭で1号艇の堤、2番手は4号艇の石川、後方3番手2号艇の外からまた握って回って6号艇ですが、ここもわずかに握って6号艇の原田幸也がまた3番手に上がって、上位が146となって最終周回へと入ります。最終周回先頭には1号艇の堤圭介、ここは見事陰線から踏ん張りました。インコーストップスタートの逃げ、道中2番手逆転の4号艇石川真嗣、3番手ラスは6号艇競り勝って原田幸也、最後のバックスレッジは上位が1号艇4号艇6号艇、そして水が入っていって2号艇3号艇5号艇の順になっています。第4レースはオッズ2連単ですが17倍ちょうど、3連単ですと 22.4 倍で、人気どころで人気の両者は2番手3番手最後の直線コース、ここは陰線で気を吐いた1号艇の堤圭介が白星発進の活躍、146となっていまして、まもなくゴールです。先頭1番ゴーリー、4番ゴーリー、6番ゴーリー、2番3番ゴーリー、5番がゴーリー、第4レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着6番以上でございました。ただいまより第5レースのスタート展示を行います。セドガはシリーズ3日目の戦いは第2レース予選競争を迎えています。なお水面状況悪化のため、この第2レースより周回短縮の2周戦、引き続き安定板を使用しての競争となります。対戦メンバーです。1号艇佐賀堤圭介、2号艇広島古川健、3号艇東京森作雄太、4号艇徳島笠井博之、5号艇愛知天野明夫、6号艇東京本吉正治、以上6選手です。陰性1号艇堤圭介、船足には厳しいコメントですが、高枠で奮起していきますか。
2コース2号艇古川健、3コース3号艇森作雄太、4コースカドチ4号艇笠井博之、5コース5号艇天野明夫、6コース6号艇本吉正治、昨日は逃げて白星、船足の手応えも上々でした。内枠の2人が人気を分け合っています。現在北風6メートル、川の流れ下げ潮30センチ、ホーム側向かい風向かい潮です。スタートまでは10秒切ります。第2レース予選競争、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。センター前行スタート、3コースから3号艇の森作がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。2コースからまくる2号艇の古川、まくり差し3号艇の森作、アウトコース4号艇の笠井、バックストレッチへと抜け出しています。先頭は2号艇の古川、2番手3号艇森作、3番手4号艇の笠井、一定審査で5号艇の天野、6号艇元吉、最高峰1号艇堤、スターター前提正常です。1周2マークをトップで2号艇の古川旋回、2番手4号艇笠井が先取る、内をついて差しハンドル3号艇の森作、ホームへと折り返しています。先頭は抜け出した2号艇の古川、2番手争い3号艇森作のアウトコースから4号艇の笠井、インコースから5号艇天野と6号艇の元吉、差がなく続いています。2番手争い焦点で2周の1マーク、5号艇の天野が先制、差しを狙って3号艇の森作でバックストレッチです。2番手争いはインコース3号艇の森作、アウトコースに5号艇の天野と並んでいます。その後ろ離されて4番6番1番と追走しています。最終コーナートップで2号艇の古川旋回、2番手争いは内側から3号艇の森作、外から5号艇の天野でホームへ取り返しています。内をついてくる4号艇の笠井が定冠詰めていまして、まもなくゴールです。先頭2番の古川五輪、3番森作、4番笠井、5番の天野、接戦で五輪、6番元吉、1番堤五輪です。以上第2レース予選競争でした。